奈良真要は、日本の映画俳優。1896年11月30日、秋田県北秋田郡大館町に、鉱山主の父、まっぴらと母、留の長男として生まれる。1914年に、秋田県立大館中学校を卒業後、小坂鉱山で3年間の勤務を経て上京し、農商務省工業試験所に勤務した。1920年2月、 小竹キネマ合名社の設立に当たっていった男女俳優募集に応募240人の応募者の中から男性120人、女性5人の合格者の一人として選ばれ、同年4月1日に幼い香る主催の小竹キネマ俳優学校に入学。同期生に伊藤大輔鈴木伝明、沢村春子、岡田総太郎らがいる。6ヶ月後に家庭を終了し、 小竹蒲田撮影所に入社。翌1921年に野村カオルテ監督の勇敢売りで映画デビューした。1923年1月、龍作子、梅村洋子、河村霊吉らと共に、巡幹部に昇格。同年公開の池田義信監督、現代の女性で、栗島澄子と共演。以降、島津安次郎監督、人肉の死。 牛原宇津彦監督、大地は怒るなどの作品で大役を演じ、1924年1月には、幹部に昇格した。同年公開の、永遠の母、以来、池田監督、栗島主演の作品でしばしば栗島の相手役を、務め、嘆きの苦弱、悲しき恋の幻想などの作品がある。また、竜作子、さつきの子、川田義子、花草ゆり子、田中絹代、 松井千恵子らま田の看板女優たちと多く共演し、意思的で男性な顔立ちの二枚目俳優として注目を浴びた。その後も、島津監督の上陸第一歩、小津安二郎監督の美人哀愁成瀬美き夫監督のなさぬ中などに主演格で出演するが、1932年以降は脇役出演が多くなる。しかし手堅い演技で、 鎌田から大船に撮影所が移ってからも、中心的俳優としてあり続けた。1934年3月16日、マージャンクラブ、天王取り、千山角で賭けマージャンをしていたとして、広津和夫、東郷政治らが検挙される事件が発生し、翌日の午前、つくばゆき子、飯田町子らが逮捕され、同日午後に、奈良も検挙された。戦後は、吉村幸三郎監督の、 安城家の舞踏会、日英遠制作の暴力の街などに脇役出演する一方、松竹大船撮影所の演技課長を務め、1956年の定年退職後は大船の契約俳優として数本の映画に出演した。1962年、派に進む監督、満たされた生活での老友役を最後に映画界から引退。趣味の鎌倉堀は、 市販の腕前だったという、1977年11月26日、遺願のため死去、80歳没、受難下公開時のポスター、奈良の写真と名前が確認できる。ありがとうございます。